皆さん、日課で日課にか、ハイボーズの H です。さあ、今日はね、日課にかしていられません。なんと、なんとですよ、日課のウイスキーが値上げということで発表が今日ありました。今日12月19日ですね。なんとも悲しいお知らせが入ってしまったので、早速速報をお伝えしようと思います。私ちょっと表にまとめたんですけども、細かいパーセントとかですね、まあ、大きな計算ミスあったらごめんなさい。とにかく値上がりが発表されたということで速報をお伝えしたいと思います。悲しいですけども、レッツ日課も値上げ。はい、ということで、アサヒビールがですね、19日、本日です、竹鶴ピュアモルトとかブラックニッカクリアなどの国産ウイスキーや輸入洋酒などを計68商品2024年4月1日から値上げということで発表がありました。辛いです。そしてだいたい 6% から 62% 引き上げるということで、悲しいことが起きようとしています。国産ウイスキーの値上げはですね、2022年の10月以降約1年半ぶりとなるということで、サントリーの値上げを受けてやはり日課も仕方ないというところなんでしょうか。ということで、速報を詳しくお伝えしていきます。私は実はダブルパンチででして、もともとね、今後日課の値上げが来るんじゃないかと予想をしておりました。来年7月1日ぐらいに発表があって、10月1日から値上げなんじゃないかななんていう予想を立てて、その辺の動画を作ろうとしてた矢先、今日発表があって、っていうね、ショックもあり、ダブルパンチを受けております。さらにはですね、値上がり予想でですね、価格も書いてみましたので、ちょっとこちらご覧ください。私の値上げ予想、このようになっていました。竹鶴が昔ですね、1年半前に4000円から4500円、 13% 値上がりしたんですけども、今回6000円ぐらいになるんじゃないかな、値上がり率としては 33% ぐらいかなーなんて予想してました。余市宮城京は前回 7% の値上がりだったんですけども、今回5500円ということで22% ぐらい。みんな大好きフロムザバレルは2400円が2800円になったところ、今回は3500円まで大幅に値上がりするんじゃないかな、なんて風にこんな表を作ってですね、動画にしようと思ってたんですね。はい、ということで、こちら私の予想でございました。さあ、今回の値上がり、実はこの予想を超えてきました。はい、こちらになります。これが発表されて、どうやらネットに流れていた情報を少しまとめたものになります。竹鶴はなんと4500円が7000円ということで、チーンっていう感じですね。 55%。 余市宮城京も同じく4500円から7000円と、私が予想してたのが甘かったです。はるか上に来て、なんとどれも 55% ということになります。値上げ幅 55% はきついなと思いながら見ておりました。日課セッションについては 11%。 ザ日課はもともと6500円というね、高い価格帯だったんですけども、そちらが8500円ということでね、かなり高級ウイスキーの仲間入りという感じで 31% 値上がりを発表しています。みんな大好きフロムザバレルは私 25% 上昇予想をしたんですけども、ここはちょっと抑えられてて3200円の 14% ということで、まあまあというところになります。はい、ということで、今日はとりあえずの速報で、まあ皆さんがね、買い求められるあたりを表にしてみました。細かいミス、大きな計算ミスあったらごめんなさい。とりあえず速報でお伝えしたかったので、こちらを用意してみました。私もですね、今日余市、これ仕事帰りに1本買ってきました。宮城京を見つけたんですけども、一応ストックあるのでまずいいかなと思って買いませんでしたけども、人気どころ、そして自分の好きなもの、買い占めというとね、ちょっと聞こえは悪いですし、そこまでする必要はないと思うんですけども、自分が好きなウイスキーをですね、十分なストックを家に蓄えておいて、これから値上げに備えながらゆっくり楽しく飲んでいくには、早くね、情報をキャッチしてすぐに買いに走られたらどうかなと思っております。年末年始ですね、ウイスキーたくさん出回る情報出ておりますので、サントリーも、そして値上がりを決めてしまった日課も、どんどん品薄になることが考えられますのでね、今すぐ走られてはいかがでしょうか。はい、ということで、今日は悲しいことなんですけども、日課の値上げ速報ということでした。皆さん頑張りましょう。もしよろしければね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。これからもハイボーズ頑張っていきます。それでは皆さん、さようなら。